今日はちょっとサップさんとさっき喋ってたけど、うん、石川県の今回能登半島の地震のことで、うん、ボランティアに行ってたけど、僕ら友達の共通の友達の龍二君、秋山龍二君って言ってて、うん、でその龍二君がその後数十人単位で、今回で3回目、もう3回目、4日から入って4日、7日、11日か、うん、ちょっと俺はちょっとその、まあ、九州ちょっと行っとったから、その一発目とか参加できなかったけど、まあ、今回3回目で参加して、それでボランティアに行ってて、また3日、2日、ね、2日半ぐらい、約足掛け3日間行ってて、うん、昨日帰ってきて、もう年明け初めてあるんだけど、うん、今日も1月14日、14日、うん、初めてあるんだけど、ちょっと状況聞いてたら、ほんま悲惨で、動画とかも見てんけど、なんかその1月1日からもうお風呂入って、まあ、もう11日ぶりに入りましたとか、サップさんとかが行って、シャワールーム、仮設で作ったりとか、ほんで炊き出し何、1500人分か、1300人分の炊き出しやったりとか、いかつい量ですね。で、その、まずこれは、この動画は、できたらその、少しでも、時間に余裕ある人は、実際にその現地に行きたいなと思う人もいてると思うけど、多分何したらいいか分からんとか、うん、で、ちょっとこんな送ってあげたいけど、ちょっとお金なり物なり送ってあげたいけどっていうんやったら、こんなものが今必要だと思いますよっていうのは、僕らのその SNS でも発信をするし、うん、もしあれやったら僕らに託してもらったら、うん、その舞台が、今週に1回以上行ってるから、うん、5日に1回ぐらい行ってるから、そこに物資を託して、でサップさんも今回行ってたし、次回も行くかまだ予定ないんやけど、うん、次は22日に行くかな、22日行く予定で、でもしあれやったら、なんでどんなんだよ、どんなんだよ、もちろん何でもいいと思うでも、なんていうの、今はその主なところはちょっとずつ物資も集まってきてるんですけど、その自宅、在宅の避難者、実際現地ってどんな感じなの。ちょうど今回は、まあ、道とかは結構ほら家潰れてるとかあるんだけど、まあ、今回は炊き出し調理場から離れられなかったから、でもまあ名前出させてもらうけど、まあ、ノーグッドレーシング、うん、チームの人間は、まあ、俺が炊き出してる間に言うたら、物資の届いてないところにあちこちを回って、はい、配ってましたね。へえ。だからみんなこう、なんていうの、ボランティアどうやってか分かる、最初のきっかけが多分絶対分からんと思うね、うん、で俺もこうボランティア、まあ、ずっとやってんねんけど、初めだからもう東日本のとか行ってたよ。東日本も行った。へえ、そうなんですね、うん、で、やっぱそのね、そのなんか豚汁とか作ってたった豚汁いっぱいの話やけど、作って出したらそのもうお母さんとかがもう泣きながら、こんないただけるなんてとか言ってもらって、別にその感謝が欲しくて言ったんじゃないけど、やっぱりそれぐらいもう何もかもが足りてないっていう。まあそうですよね。で、はっきり言ってその僕ら大阪やから車で4、5時間かけて持っていくこともできるっちゃできるから、うん、で、それを、まあ、僕は今回行ってないけど、うん、こことか僕が行くっていうから、僕も僕なりにできることやったし、で、いろんな知り合いに言うて、米集めたりとか、うん、ちょっとお金集めたり、防寒具集めたりとかはできるなと思ってやったけど、まあ、ここの思いは、俺はそこまでじゃなかったけど、ほんまに、ガキの頃、お腹が空きすぎて、泣いてたって言ってんの。そうそう、俺これ言いたいな、子供って自分で何もできへん、うん、俺もそうやって、ほんまに小学校1年生、2年生、3年生の時に、まあ、これ見てる人、まあ、おると思うけど、お腹空いて泣いたことってあります？ないですね、それは。本当に服とかボロボロ、うん、何でもいいんですよ。でも俺が一番辛かったことって、お腹空いくこと、うん、だから今までこそまあ、自分でお金稼いでこうご飯も食べれるし、だから今でもその反動で飯食いに行ったらめちゃめちゃ頼んでますよ。今は自分で買えば、だからそのボランティア行って、そんで今なんていうの、TikTok とかでさ、顔面に入れ墨入ってるやつが俺やん、変な出物気持ち悪いやつとか、ヘズマリウスとかね、売名行為とか偽善とか、
まあ、現に今回はちょっとだけあの SNS に載したときに、やっぱそのアンチが来るんですよ。めっちゃ怖かった。それはどうなんかなと思うし、お前らその立場になってないから、俺を人に逆の立場で考えろって言うねんけど、例えばこの先、大阪で起きました。まあその、今 SNS でアンチしてるやつは、自分がその立場に置かれた時に、お前豚汁あったかい豚汁いっぱい、もう一枚持った時に、もらえへんのか、お前って。ね、そいつらは言うたら、お金を、誰々がお金やるから、二次災害起きるからやったらあかんっていうやつめっちゃおんねや。今はテレビでは言うてる人だよな。でも、いったもう向こうは自衛隊とかプロが行ってて、うん、素人が行ったら邪魔になるから、二次災害になるからとか、いや、でも現に行って、ほんまに、まあ、感謝されるっていうか、ほんま必要なものを持っていって、その人らはすごいありがたいわけじゃないですか。そうそうですね、うん、まあ、でさっきもちょっと喋ってたけど、その俺ら個人レベルでしかできへんことで、なんかそのなんかほんまに海外やったらもう岸壁に空母をつけてとか、もう何千人分の物資とか人も何百人も一気に派遣したりとかもうするとか言うと、なかなか日本では法的なものがあるから難しいかなとか、なんかでっかいドローンで積んでったりな、下ろしたりとかできひんのかなとか、そんなまあ俺ら個人レベルではできへんから、うん、まあ、できることは何かなって言ったら、やっぱり皆さんにこうやってその発信して、そうしてもみんなの、あ、そういうこと、逆の気持ちになったら確かに必要やなと思ってもらって、こういうことだってできるよとか、まあこっちはだからこれとこれとこれが必要やねんって多分言うてあげる方が多分いいから、うん、でこの動画を多分出すのが1月15とか16日に出す、明日、今日出すんだ、いやもう今日出すよ、今日出すよ、今日出すよ、14日、これ出すから、多分出して、とりあえず何が必要やと、今とりあえず米は俺 も, 米はもう400キロぐらい集めたから、400、もうだからこっちの合わせたらもう600キロぐらいは多分集まる、すごい量ですね、うん、お米それぐらい、あとだから今寒いから防寒具になって、それちょっと聞いてみていいか、うん、であの概要欄にそうやな、また SNS と SNS じゃあ、ほんでまあ二次災害になったりしたらそれはあかんと思うね、でもあの、うん、なんていうの、まあ、全国でまあ行くやつ行くやん、うん、絶対に行くなっていう意味でも、でもあの我々みたいに行く人が多いから、その人に託してあげたらいいと思うね、うん、ただみんなきっかけがわからんだけで、で俺ら大阪やけど別に違う地区に住んでるから、そこらで行く人は俺はもうつなげるから、うんうん、だからそれはブルースターっていう、まあ、カオスっていう団体もすごい10トントラックとかで行ってるんじゃないかな、へえ、うん、だからほんまに今なんていうの、まあ、酒飲むやつらとか言ったら、うん、ビールいっぱい我慢したらさ、安売りスーパー行ったら水1ケース買えんねん、うん、でも俺現地行ってもう水も出てない、ガスも、あ、今回はガスはつながってたから、ほんならその今回秋山隆二君取材と3回目行って、一発目山から、山の湧き水からホース引っ張ってポンプで、で、自力でですか、そう、そのそれを自力で自分の場合だったりして、でその水を、まあ、使って、まあ、飲まれへんのか分からへんけど、まあ、洗い物とかでできるわけやから、はいはい、絶対必要なわけであって、でも他の地域行ってまだそんなのできてないところもまだあるはず、うん、まず防寒対策、食べるものと飲み物と防寒対策できるものとか、あ、米、そうやな、米は肉、そんな、なんかなんかいろいろ、まあ、一旦もう、まずミュージックに聞いて、なんかリストアップして、うん、で、YouTube で概要欄に貼れるから、うん、貼って、で、まあ、この話で、ちょっと詳しく聞きたいなと思ってもらったら、我々のアカウントも連絡先、うん、LINE の ID とかの人から問い合わせいただいたり、で、問い合わせもらえば、例えば問い合わせしてもらったらいいか、うん、こんなもん、どんな、何が必要かは、多分刻々と変わってると思うから、うん、
あの、まあね、LINE のアカウント載しとくんで、ID 載しとくから問い合わせもらって、うん、送り先とか、はい、やり取りの仕方とか、うん、あのもしお問い合わせいただければ、あのやり取りするので、うん、そうそう、そうでしょうか。きっかけですよね、本当に。このきっかけなんですよ、こ、うん、のきっかけ。もう最初は偽善でもいいんですよ。うん、偽善であろうが、何であろうが、ほんまにもあの現地の人は必要としてるから。うん、そりゃそうだ、うん。この先、ほんまに、ね、今回は石川県とか、そっち、北陸。でも次、どこでなるか分からへんやんか。うん、そうですね。でも、そういう活動をしてるやつっておるから、まあ、協力、自分も行かんで、でも、俺ら行くやつって、うん、もうたくさんおると思うから、行くなって言われても行くやん。はいはい、そうですね。そいつらに託しちゃったらいいんじゃない。まあ、うん、で言うの慣れてるしな。僕なんて俺だって。命の舞台は。で、俺もその、なんていうの、今までボランティアしてる、一切 SNS とか、そういう、こういう活動をしてるっていうのを全く言ってなかった。でも見てくれてる人は見てくれてて、まあ、まあ、いろんな協力してくれたりもしてる。で、今回その、行くメンバー、聞いた時も、いや僕もこんなん苦手なんですよ。ほら、俺多少ないし、まあ、俺もそうじゃん。今アンディもそう、うん、まあ、YouTube とかでも、まあ、SNS 回したら結構、まあ、数万人って見てくれるわけなんで、うん、その中の1割だって1万人見てくれたら1割で1000人やん。そうですよね。 1% で100人、うん、これ100人の協力があったらすごく、うん、そう、かなりいいですよね。現地の人も助かると思うし、体は俺らみたいなのがかけるんやから、うん、だからそこに協力したってほしいよな、マジで。僕はそのように思って今回ちょアンディにちょ動画1本撮りたいんで、うん、でも多少ねえし、やっぱ影響力っていうか見てくれる人が今多いんで、うん、十分ですね。まあ、こういうの発信していかなあかんなと思った動画ですね。すごいです、ほんまに。みんな物資なり現金、現金なり、まあ、こういうことに必要な、うん、資金なり、責任持って、うん、タップなの、僕らが行くなりタップしなりするんで、ぜひ軽い気持ちでお問い合わせいただければ、うん、世の中に何かちょっと、その TikTok でランチとか見とったらもうめちゃくちゃ腹立ってくるよ、ほんまに。もうそんな言うてる場合ちゃいますもんね、ほんまに現場は。まあ、お金も大事だけど、うん、今必要なのはお金じゃないから、うん、ほんまに。まあ、っていう、ちょっと多いです、ね、ちょっとうまいこと伝えられないけど、まあ、また動画もあげます。と、はい、いうことで。よろしくお願いします。はい、まあ、サブさん、まあ、今回はご苦労さんでした。いやいやいや、まだまだ。ということで、ありがとうございました。